州北部海岸、サンフランシスコ市からは北に約200マイルに位置する郡である。2010年国勢調査で、の人口は13万4623人だった。その人口中心は、郡庁所在地幽霊カとカリフォルニア州立、大学ハンボルト港のある小さな学園長、アーケータにあり、カリフォルニア州では2番目に大きな自然の湾である、ハンボルト湾に隣接している。 地域の都市や町は、カビナ・ビクトリア様式建築の豊富な例があることで知られている。ハンボルト群の地域は、太平洋岸に沿った北カリフォルニアの岩の多い海岸山脈に森、山及び田園部が密にある。こういう支有合わせた150万エーカー近い森林があり、カリフォルニア全州の林業生産高の20%を生産している。残っている。 海岸レッドウッド原生林の40%が軍内にあり、その大半は保護されるか、連邦、州及び地方の多くの森林や公園として厳格に保存され、総面積は68万エーカーに及んでいる。現在ハンボルト軍と呼ばれる地域の最初の住人は、ワイオット族、ユーロック族、フーパ族、カルーク族、チルラ族、ウィルクート族などのインディアンや、 マットレ族とノンガトル族を含む南部アサバスカンインディアンだった。1565年にアンドレスでウルダネータがメンドシーの岬を訪れ、その後海岸を南に降ってアカプルコに達した。1565年からはスペインの貿易業者がマニラガレ温泉でフィリピンからの木と偶然カリフォルニアを訪れることがあった。ハンボルト軍は1853年に トリニティ軍の一部から創設された。ヨーロッパ人が初めてこの地を訪れたという記録は1775年にスペイン人が上陸した時のことだった。ハンボルト軍の名前はハンボルト湾から得られたものであり、その湾の名前はドイツ人の有名な博物学者アレクサンダー・フォン・フンボルトから来たものだった。先住民以外で最初にハンボルト湾に入ったという記録は、 ロシアアメリカ会社が雇った首都カからのラッコ狩り隊が1806年に訪れたものだった。この首領隊にはアメリカ人のジョナサン・ウィンシップ船長とアレウト族カリュド数人が含まれていた。その後にこの湾を訪れたヨーロッパ人といえば1849年になってからのジョサイアグレックの一体だった。1850年ダグラス・オッティンガーとハンス・ブーネがこの湾に入り、 偉大な博物学者で世界の探検家、アレクサンドル・フォン・フンボルト男爵にちなんで、ハンボルト湾と名付けた。ハンボルト湾の周辺地域は当時、ワイオット族インディアンが住んでいるだけだった。ワイオット族では、最大級の集落、トロウッドが、ハンボルト湾に浮かぶグンター島にあった。西暦900年頃に設立された、この集落には、広さ6エーカー。 深さ14フィートの貝塚がある。ここで1860年2月26日にワイオット族の虐殺が起こった。この事件は当時ユニオン、現在のアーケータに住んでいたブレッドハートが記録していた。その夜、ワイオット族の男女、子供合わせて60人内死200人が殺害された。1998年、音楽家フランク・ブラックが ハンボルト軍の虐殺と題する歌を書き、録音した。トロットは、現在、軍ター島第67遺跡と名付けられた、考古学遺跡となっており、アメリカ合衆国国定歴史史跡にも指定されている。軍内にあるカリフォルニア州の歴史史跡としては、トリニダードヘッド、ハンボルト鳥トで、オールドアローツリー。センタービルビーチクロス、キャンプカーティス、トリニダードの街。 ユーレカ市、セコイアパーク動物園、ペトロリアにある州内初の油性、ジャコビービル、トリニダード・ノツライにある昔のインディアン集落、アーケータ・マッド川鉄道会社、ハンボルト港歴史地区、およびファンデールの町がある。1885年2月5日と6日、敵対する中国人ギャング間の銃撃戦で12歳の少年が負傷し、 ユーレカ市政委員で56歳のデイビッド・ケンドールが死亡した後、中国人の男性300人と女性20人全員がユーレカ市から追放された。銃撃戦の後、ユーレカ市の起これる市民600人が集結し、中国人にもはやユーレカには住んでほしくないこと、及び翌日の午後3時を過ぎても街に泊まっておれば、公主刑にすることを伝えた。 中国人は2隻の蒸気船に乗せられサンフランシスコに向かった。この追放劇で死人は出なかった。1906年にもイール川沿いの缶詰工場で中国人の排斥事件が起こった。この時は地元の製材業者が中国人のいることにことを唱え缶詰工場の23人の中国人労働者が排斥された。しかし何人かの中国人は オーレアンズ地域に泊まり、何人かの白人土地所有者が人種暴動の静まるまで中国人鉱山労働者をかくまい食物を与えていた。中国人は1950年代になるまで海岸の都市部に戻っては来なかった。ロスト海岸群内海岸地帯は雨が多く冷涼な冬と乾燥し温暖で霧の多い夏がある。冬季日中の最高気温は 下肢40度台前半から下肢50度台後半であり、最低気温は下肢30度台から下肢40度台である。海岸部の夏は涼しいから温暖までで、日中の最高気温は下肢60度台で、しばしば霧が発生する。内陸部に20マイル入ると日照が豊富で暖かく、海岸部の霧の影響もなくなる。このことから、海岸部の住人は夏には内陸に行き、 長く続く霧から束の間解放されることを好む。霧は内陸に行くに従って、レッドウッドの森に遮られて消える。海岸部の夏は、日中の最高気温は、下肢50度台半ばから下肢60度台後半であり、最低気温は下肢40度台後半から下肢50度台半ばである。最高気温は、フォーチュナやリオーデルなど、数マイル内陸に入ったところで起こる傾向にあり、稀に、 ハンボルト湾の周焉部や標高の高い地域でも起こる。その気温は下市70度台前半から半ばである。海岸地帯では冬季と早春に凍るような夜を何日も経験する。ただし降雪や厳しい凍結は稀である。海岸部の冬は冷涼で雨が多い。冬季には暴風雨がしばしば起こり、標高によって違うが、年平均で30インチから100インチの降水量を、 記録している。軍内内陸部の冬も雨が多く冷量である。冬季には標高3000フィート以上の地域で降雪が多い。夏季は海岸部と内陸部で気候に大きな差がある。ハンボルト軍の内陸部の最高気温は標高や太陽からの距離により下肢80度台から下肢90度台となる。軍内東部や南部のオレアンズ、ホッパ、ウィロークリーク、 ガーバービル、ハニーリュー及び内陸の川の流域では下肢100度になることも多い。ハンボルト群と州の最北部全体はその歴史を通じてマグニチュード6.0以上の地震が頻発してきた。2010年、ユーレカの西沖33マイルでマグニチュード6.5の地震が起こったが、少数のものが負傷しただけで家屋や施設への被害も少なく、死者は報告されなかった。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は4052平方マイルであり、この内陸地は3572平方マイル、水域は480平方マイルで、水域率は11.84%である。軍内には、州内最西端であるメンドシーの岬がある。ハンボルト湾は、サンフランシスコからオレゴン州、クーズ湾の間では、 唯一の水深のある港であり、軍中央部の海岸にある。リートル川が太平洋に流れ込む過去ハンボルト軍の主要な河川は以下の通りである。その他の小河川としては、バンズゼン川、イール川南支流と、北支流、マットル川、サーモン川、エルク川、ベア川、リトル、セコイアのキトリニテ川連邦管理地、 編集国立公園自然保護地域レクリエーション地域森林野生生物保護区カリフォルニア州管理地編集海浜公園レクリエーション地域自然保護地域ハンボルト軍管理地編集幽霊下にあるビクトリア様式のカーソン邸宅軍内には19世紀の家屋が多く残っている ハンボルト軍住民の大半は、ハンボルト湾に接する海岸平原に位置するユーリカー・アーケータ・フォーチュナ都市圏に住んでいる。法人化された都市、編集未編入の町と地域、編集群内には8つのインディアン居留地がある。カリフォルニア州でインディアン居留地があるのは他に4軍があるだけである。州内では、ハンボルト軍にあるフーパバレーインディアン居留地が最大であり、 他の州に比べ数は多いが大変小さな居留地しかない。アーケータユーレカ空港がアーケータの北のマッキンレービルにある。この空港からは商業便を利用できる。その他に一般用途空港としてはディンズモア、ニーランド、マレーフィールド及びローナービルにある。ハンボルト湾、ハンボルト湾港は州内で2番目に大きな自然湾の港である。 ハンボルト群はその印象的なレッドウッドの木で知られており、広大な主流レッドウッド林があるので州内では最大の木材生産地になっている。太陽に近い豊かな川の流域は高価で高品質の落農製品を生み出すことで有名である。内陸部や暖かい川の流域では昔からリンゴなどの果物を大量に生産してきた。 トリニテテ川、クラマス川、マットール川及びイール川上流では、ごく最近ブドウ園が作られるようになった。ハンボルト軍は、家族で運営する高品質落農場で知られている。高級アイスクリームなど落農製品を生産するハンボルトクリーマリーは、イール川に近いファーンブリッジにある当初からの本社で、創業を続けている。ハンボルト軍は、 マリファナの栽培と増殖に関わる文化的性格で広く知られている。カリフォルニア州明大215号では、軍内で医者の推薦を得た患者と介護人に合法的に99株までマリファナの栽培を認めている。ザニューヨーカーのデイビッド・サミュエルズはこの軍のことを、カリフォルニア州で高級品質のマリファナを栽培する中心地と表現している。しかし、 明大215が認められる以前、米エリアのカウンターカルチャーの人々が退去して、この地域に入ってきた。多くのものは安価な土地を求め、マリファナを栽培して、購入資金を稼ぎ、土地のオーナーになった。特にガーバービルやレッドウェイの周辺では、田園文化とヒッピーが融合して、マリファナが経済の中心となるヒッピービリーの地域社会を作り上げた。 その品質が評判を呼び、カリフォルニア海岸部からアメリカ合衆国中西部の州に運送することで多くのものが富をつかんだ。地域の生産者と州及び連邦政府の間に紛争があったことで、かえってフンボルト軍の評判の一部になった。1983年以降の収穫期には、キャンプがヘリコプターで私有地に乗り付け、不当な探索と没収を行った。 1980年代に土地の著名人だったオースティン・スティーブ・ボザーは州警察の役人がハンボルト軍をアメリカ合衆国に取り戻す時だと告げたことを改装している。ガーバービルのラジオ局クマドは警察がどこのマリュファナ農園を襲おうと向かっているかに関する情報を地域に発していた。2008年の独立経営がハンボルト軍は 軍のマリュファナの栽培サブカルチャーを主題にしている。ハンボルト軍はアメリカ合衆国大統領及び連邦議会選挙で民主党の強い地盤である。大統領選挙で共和党が多数を取ったのは1984年のロナルド・レーガンが最後だった。アメリカ合衆国下院議員の選挙ではカリフォルニア州第一選挙区の一部であり、カリフォルニア州議会下院議員の選挙では 1> 第1選挙区に入っている。カリフォルニア衆議会上院議員の選挙では第2選挙区に入っている。2010年時点ですべて民主党議員が務めている。2008年の推計人口は約12万9000人となっており、2000年国勢調査の時から2%弱の増加となっている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ユーレカのオールドタウン群内には多くの教育学区があり、またチャータースクールや私立学校もある。ランフェア砂丘、保護されている海岸環境、ハンボルト群には森林と海岸に多様な植物種と動物種が生息している。海岸部には広大なレッドウッド森林がある。著名な低木としてはトヨンがあり、その北限がハンボルト群である。コロラド州に本拠を置く。 メディアニュースグループが所有するタイムズスタンダード紙が地域で発行されている唯一の日刊誌である。1854年以来発行を続けている。メディアニュースグループはハンボルトビーコン、レッドウッドタイムズ及び週刊の広告ストリシティウィークリーも発行している。また地域向けオンライン事業用欄のノースコースト101を制作している。その他地域の週刊や 各週間の出版物としては、ノースコーストジャーナル、独立系のマッキンデープレス、ジー・アーケータイ、トゥーリバーズ・トリビューン、ハンボルト州立大学の学生新聞、ランバー・ジャックがある。ハンボルト州立大学の学生は楽器ごとに、ジ・オスプレイも発行している。ハンボルト軍で制作する、テレビ局、キエム・トキーとは優レ歌詞に拠点がある。キエムは、 ハンボルト軍のためのニュース番組のみを制作しているが、キートは地域内唯一の PBS 局である。CBS 系列局のクビッチとフォックス放送の系列局で KK の巡査テライトである KB ベがチコにあり、ABC 系列で KRCRTB の巡査テライトである KF はレディングを本拠にしている。過去数十年間全ての主要ネットワークが 有利化に制作能力を持っていた。営利ラジオ局としては、クフミー、クレット、クックスモケイハム、KSLG、KWPT を呼び方がある。非営利ラジオ局としては、フーパ族の木で、レッドウェイの熊戸、ハンボルト州立大学に拠点を置く,く数スーと、KRH 会、及び、ジェファーソン公共ラジオの KNHM と、KNHT がある。ありがとうございます。